お水おいしい。AKB48 チームメイト、愛媛県代表チーム42の高岡薫です。今日もショールームをちょっとやっていきたいと思います。イエーイ。ちょっと15分程度にはなると思うんですけど、はい、本日もジョンマイラブでございました。本日は最後の朝公演でした。で、今日はね、あのツイッターにも書いたんですけど、あの万次郎さんとてっちゃんの結婚記念日だったということで、旧暦では2月12日で、私去年は2月12日に盛大にお祝いしていたら旧暦だったっていうのを聞いてちょっとショックを受けてたんですけど、今年はなんとちゃんと成人じゃないちゃんと結婚記念日に公演もさせていただけたということで、とても満足しております。満足じゃないな、とても嬉しく思います。そしてこんな風に言ってますけど、メガネをかけてないのでコメントが全然見えません。いや、見えるっちゃ見えるんだけどね、近づかないと見えないから。明日生での見納めです。あー、収めてください。もう私今日いっぱい食べてプックプクだと思うけど、もう最近ね、もう夜にいっぱい食べちゃうからどんどんちょっとプクプクになってると思いますけど、ご了承ください。もう言うて今日はもう12時半には寝ようと思ってるんで、はい、もうマジでぼーっとしたらね、視線が変な感じになっちゃう。でももうジョンマイラブも終わったら多分たくさん食べることももうなくなるだろうなって思ってますね。はい、だからツイッターにはあげたんですけど、今日はそのジョンテツ結婚記念日と称しまして、あの万次郎さんとのツーショットをたくさんありました。見ていただけましたでしょうか。もうあれ見たらもうファンの人泣いちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、意外と泣いてない人が多かったかもしれない。はい、あ、ハーマイオニーに似てる？誰がですか？素敵な写真すぎて我ながらめちゃめちゃ
いいアイディアだったなって思いますね、本当に。あれはそろそろいいかな、まだ暑いかな。今白湯をね冷ましてる。めっちゃモテモテに見えました、確かに。もう隣には全員違う人みたいな。やだ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 。でも今日はそのジョン・マイ・ラブ、たくさんの学生さんが見てくださって、もう本当に学校さんが4校ぐらいだったんですけど、みんなめっちゃ盛り上がってくださって、そう、本当に着る時が来たらどうしましょう、私がどうする、どうしましょうね。そうだね、ウェディングドレス、あ、でも私はマーメイドじゃないな。やっぱ私は着るとしたら、もう調べよう。私はやっぱ洋式ウェディングドレスが着たいから、やっぱ iPad があと 2% しかない。ウェディングドレス種類とかで調べる。でもやっぱ自分に似合うやつがいいなって思うかな。あ、プリンセスラインとかいいな、最高だわ。もうめっちゃスカート部分がボワーってなってるやつ。てっちゃんが着てるやつは A ラインになるのかな。そうだね、アルファベットの A のようにだから。でもやっぱてっちゃんはヒール履いて足も見えてるから、足はそうだな、見えないやつがいいかな、もし着るとしたら。いや、ミニのドレスもいいですけどね、私はやっぱそのふわっとなってるのが好きかな。まあ私はどうだろう、わかんないけど、お色直しでいくつも着ればいい。確かに私はあのいとこの、まあお姉、いとこのお姉ちゃんって言ったらあれだけど、そのいとこの女の人っていうのも変だけど、まあいとこが結婚式あげるときに行ったことだけあって、あのその時はあの沖縄で結婚式だったんですよ。でだから沖縄に行って、その時めっちゃ久しぶりだったの、ほんと6年ぶりとかで行ったんですけど、その時は、まあ、まずはウェディングドレスを着て、でお色直しでなんか振袖をなんかメイキングして、なんかめっちゃ可愛くしとって、なんかメイキングって言ったら変やけど、確かなんか振袖をなんかドレスっぽくしただっけな、
みたいな感じので出てきて、それがめっちゃ素敵だったんですよ。そう、でその沖縄で結婚式あげたから、その沖縄の結婚式でとかで着るような服を着ました。ツイッターじゃなくてインスタにもあげたんだけど、ちょっと名前は忘れちゃったんだけどさ、そう、それが人生初の結婚式だった。あー危ない危ないね、これたくさん飲んでたらちょっとやけどしてるかも。外国で好き？そうね、あんまり考えたことないかも。でやっぱあげるんだったら私は教会がいいなって思いますね。まあどこの教会がいいとか何も考えたことない。教会？教会喉が鳴っただけど、やっぱり結構 和式よりはやっぱ洋式の結婚式に憧れるなみたいなのはありますね。あんまり結婚式の話とかしない方がいいのかな、大丈夫？でも憧れの結婚式ぐらいの話はいいよね別に。え、ダメかな、やめた方がいい、アウトでしょうか、大丈夫だよね。これは面白いやん。大丈夫だよね。でも私気になったのは、なんか話変わるんだけど、その結婚式とか結婚式会場とかでも使われてるようなその教会でなんかスイーツビュッフェみたいなのしてるとこあるんですよね。あった気がするんだけど、そこ行ってみたいなんてめっちゃ思うんですよ。そう、めっちゃ喉鳴るやん。朝一度移動します。お、気をつけてくださいね。結婚式ではビールかけしたい、ね、願望があります。それってあれ、なんかスポーツの試合とかでやりよったっけ。それはもう偏見、見たことないんだけど。ちゃんとでも私が参加した結婚式ではブーケトスはしてなかったね。そう、参列する側から言えば食べ物が美味しいところはいい。レストランウェディングとかもいいな。あ、それで思い出した、ピューロランドだ。そう、ピューロランドで結婚式あげたいんですよ確か。そう、ピューロランドであって、なんかお姉ちゃんとそれ見ててめっちゃいいよねみたいな話をしたんですよ。そう、確かあったのよ、ピューロランドで結婚式。そう、ピューロランドウェディングの挙式プランとかあんのよ。やばい、多分そろそろ充電切れるわ、あの iPad の。そう、新郎新婦の結婚の誓いをハローキティとディアダニエルが祝福するキャラクター承認式。やばくない？そう、そういうプランがあるんですよ。だから私ね、ちょっと憧れたのよ。そう。
なんだったらね、あのなんだったらもう2人だけでもうずっと私は見てたい。そう、でもそう、今日はなんか出会いの日だって、今日はなんかみたいな、その3月10日でミートの日っていうか、まあナイストゥミーチューみたいな感じでさ、ミート、まあ、人と会うのミートとかあるじゃないですか。それからなんか出会いの日とかだった気がするんですよ、ちょっと忘れたんだけど。でもだからまあそういう、今ではそういう出会いの日だけど、まあ昔は旧暦で違ったけど、まあその日に万次郎さんとてっちゃんは結婚したっていうのがちょっといいなって思いましたね。今日はね、この白湯が飲み終わったら配信終わりますね。起きた時もさや飲んでる。基本的にあの朝一では絶対に飲もうと思ってて、まああとは結構飲める日と飲めない日があるかな。でもなるべく夕飯後とか飲むようにしてるかな。そう。まあこれがさゆって言っていいのか大丈夫なのか分かんないんだけど。やっぱ人によっては白湯飲んだら気持ち悪くなるっていう子いて、でもちょっと気持ちがわからんでもなかった。私もすごい調子悪い時とかはちょっとあーってなった時もありましたね。基本的には好きなんだけど。そうそうそう、寝起きの白湯が体にいいらしい。そう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 。そう、私はなんかもうティーポットみたいなんで沸かしてるだけなんで、ぶっちゃけ合ってんのか分かんないんだけど、正直ティーポットじゃない、ケトルだね。なんか寝起きに白湯を飲んで、なんだっけ、胃を活性化させるんだっけ。そしたらなんか消化、ごめんね、消化されやすいみたいな感じだったかな。ちょうどいい温度って難しいね。なんか50度から60度ぐらいっつってるけど、でもぬるくなるのはダメらしいから、私はちょっと微妙に熱いぐらいがちょうどいいなみたいな感じで思っちゃってるからさ。そう、わかる。冷めるの待ってる間に忘れちゃうよね。冷めた時の絶望感半端なくない？そう。でも私はよくやらかす。ケトルに忘れてて、そう、そのまま放置して20分ぐらい経った時とかにあって、
ちょっと飲んだらめっちゃ塗るみたいな、それが結構辛いですね。ごめんなさい。変なとこに入った、むせた、ごめんなさい、失敗をかけしました。ごめんなさい、むせた、ごめんね。はい、ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。13位から13位がまもちゃん、12位大粒ちゃん、11位けいちゃんさん、10位がたらばがにさん、9位そらんさん、8位鮭の塩焼きさん、7位めぞさん、6位ななつさん、5位ぽっちゃまさん、4位カラスのかわこさん、3位ろみつさん、2位なつめさん、1位がたまくにさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。それじゃあまた明日、おやすみなさーい。